シーズン16ランク確認バトルロイヤルはスーパー忍者のままですね。レートは2744。そしてチームバトルはランク維持スーパー忍者で2500となっております。そして忍者ラパスティアアップティア4までもらいました。ありがとうございます。合計コストがオーバーしたため装備中お気に入り登録中の忍びカードの装備を一部外しました。はい、わかりました。忍者ラランク報酬2024年3月7日の16時から2024年の6月20日の11時までバトルロイヤルとチームバトルでそれぞれのランクに応じた報酬をゲットできますよと。そしてシーズン16忍者ラパス、忍者ラパスで最大1700ジャラと限定アイテムをゲットできますよというお知らせと、そしてこれですね、忍びカード枠5枠目拡張。今までね4枠だったものが5枠になりました。忍びカード枠に5枠目が追加されました。5枠目を拡張して最強の忍者を目指しましょうということで、環境が変わりそうですね。そしてこれですよ、これ結構大事。忍者始めようキャンペーン、2024年3月7日の16時から2024年の3月28日の11時まで忍者ラパスミニがなんと0ジャラで購入できちゃうという素晴らしいキャンペーンです。他にも始めたばかりの方に嬉しいキャンペーンを実施します。詳しくは忍者ラ公式サイトをチェックしてくださいということで、これめちゃめちゃ嬉しいやつですよ。めっちゃ嬉しいやつこれね。ぜひ皆さん、あの今シーズン始められた方とか今までねずっとジャラ買ってた人はぜひこれをやりましょう。後でやりましょうね。はい、これまた同じやつですねめっちゃオスで忍者ラパスミニが今だけ0ジャラということで、ティア30まで楽しめる忍者ラパスミニが0ジャラで購入できる大チャンスということで、もうプッシュしてます。ぜひ皆さんこれ買いましょうね、忍者ラパスミニ。そしてストーリーパックの1から3の巻がセールになっております。期間限定の大チャンス、忍者ストーリーパックの1の巻、2の巻、3の巻を割引価格でご提供しますということで、どれぐらいの割引になってるかちょっとまだ見てないのでわからないんですけれども、割引になってるそうなのでぜひ皆さんチェックしてみてください。これねめっちゃ面白いよ、ストーリーパック。そして忍者ラフィッシング大ナマズ大会ということで、3月16日の11時から3月18日の11時まで釣った魚の最大重量でランキング上位を目指そうということで、またね大ナマズでして次頑張りましょうね。そして WNA レベルアップ祭りということで、こちらも3月7日の16時から3月14日の11時まで今だけ経験値が大増量。この期間にステッカーや BGM などのレベルアップ報酬を手に入れようということで、レベルアップするとねステッカーや BGM がゲットできるだけでなく、まあ自分のね経験にもなりますからね、たくさんバトルしましょうね。ボーナスイベント1個目ゲットです。ログインボーナスありがとうございます。ということでいろいろ紹介してきたんですけれども、まずはですね忍者ラパスミニが0ジャラということなので、早速ですねアイコンの左から3つ目にありますショップのねカートのマークを選択していただきまして、このねショップが出てきましたら2番目ですね忍者ラパスを選択してください。はい、そしてですね忍者ラパスが表示されましたら忍者ラパスミニ、忍者ラパスのお手頃版、今なら0ジャラ、これね通常だったらね300ジャラかかるんですけど、今回はね0ジャラということなので買っていきましょう。ぜひ皆さんこれを購入しましょう。なぜならばあのショップのねあの割引ももちろんあるんですけれども、あのね武器のカラーがついた武器とか、あとコラボでね手に入れた武器とかは通常ね減ってしまうものなんですけど、忍者ラパスを買っていると無限にね今シーズン16のシーズンはずっと使えるよって言った形になりますので、ぜひ今この0ジャラの段階で買っておきましょう。忍者ラパス購入します。よし、これで綾乃は30まで無料でパスの報酬がゲットできます。ほらいっぱいもらえる、スサノオの消息なんて読むんだろう、かっこいいねこれ。こういうね服とかがね無料でもらえますから、研究ポイントも無料でもらえちゃうよこれ。はい、っていう形で忍者ラパスの報酬がねこんな風に表示されているんですけれども、忍者ラパスミニに加入しているとこの下のね黄色い枠の30までが手に入ります。ここねここまで手に入るので、ほらジャラも手に入っちゃうから、ぜひこの機会にやってみてください。パスの報酬を100までゲットしたいなっていう方はこの忍者ラパスを購入すると
差額でね650ジャラで購入することができるので、通常より全然安いので、ぜひ皆さんも購入してみてください。じゃあ宿はね、いつも忍者パス購入しているので、早速買っていきたいと思います。これを購入するとね、100まで全部報酬がゲットすることができるので、買っていきます。ということで、100まで全部揃えるとなると、まあ、ジャラももらえるし、こんな感じのね、かわいいこのパスでしか手に入らないアバターアイテムとかもね、手に入ったりするので、ぜひ皆さんもまずはね、お父さんとお母さんと相談して買いましょうね。忍びカードがね、シーズン16になりまして、4枠から5枠になりました。4枠でなんとかやってみようと思ったんですけど、結構キツキツで厳しかったので、ちょっと忍びカードは5枠開こうかなと思います。で、必要メダルがゴールドが200、シルバーが1000、ブロンズが4000枚となっております。かなりの量が必要となっておりますので、皆様は忍びカード枠開放するときはご利用を計画的にお願いします。では開放します。開放！はい、ということで忍びカード枠が開放されました。合計コストがね、前回のシーズンからここで開放することにより60になりました。60になると何がつけられるかな、みんな何つけますか。一旦コンボで考えます。一旦コンボを使う前提で考えていきますけれども、まずね、うつせみんげマスターは必ずいると思うし、今までの構成は変えずにいこうかなと思います。うつせみんげマスターと横取りハイエナとジャイアントキリングと欲張りエナジーはつけたままにしようかなと思うんですけども、そうすると残りあと6しかつけられないといった形になるので、まずは欲張りエナジーの移動速度アップ消すでからの、ジャイアントキリングのライフ回復速度アップを消します。で、これで残り9となったんですけど、これでも9でもきつくない？9ホースだってさ、元のカードがそもそもだって14とかきついから、これのコストが本当に低いやつをつけないといけないってことでしょ。9しか空いてないから、元のカードのコストで考えると変化マスターとか忍者センスプロとかぐらいしかつけれないんじゃない。あ、あと忍術ストック、あ、忍術ストックつけれるの。それはちょっとつけたいかも。思ったより低かったコストが。ラストスパート、先手必勝、逆境ガード、バーサーク、お急ぎドローン、ギャンブラーカードもみんな10超えてるので、このメンツだったら確実に私はこれですね。忍術ストックつけますね。これだったらめっちゃ良くない？いい戦い方できそう。コンボでこの欲張りエナジーと忍術ストックは多分相性いいと思うから、ここ2つはねつけたいな。でもここは絶対に欲しいなってなるとこれかな。カード構成的にみんなならどうしますか？私はね、これが一番戦いやすそうな気がするので、一旦コンボはこれでいこうと思います。いや、みんな解放してる、すごい。5枠目みんな解放してますね。ということで、チームバトルランクマッチ、レート2400からスタートです。よろしくお願いします。さあやっていこう、 WNA アカデミーチームバトル、たくさんポイント稼げ、対戦よろしくお願いします。わあ、ドキドキする。みんなもだって忍びカード5個ついてる人がいる可能性があるってことでしょ。やばやばいね、ちょっとドキドキしちゃう。どうなんだろう、忍術ストックもついている。あー、やばそう。あー、オッケーオッケー、助けます。オッケー、助けれるからの、あ、ごめん。そうだよね、いろいろみんな使ってるもんね。いいよいいよ。あ、やばいやばい、助けたかった。うわー、待ってー、バインドしてる。ありがとうございます、なんとか生き延びました。助けたい、あー、助けたい、いけー、ファイヤー、ナイスー。オッケーオッケー、助けることができた。いいよー、はい、だいぶ気になりましてーからの、いいよいいよ。あー、やばい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 、バインドしてる。でもいい感じ。5枠目は、あ、向こうは空いてる人もいるし空いてない人もいる。やっぱ空いてる人と空いてない人の差は出るよね。4でもさ、その普通に
よう空いてない人も中にはいらっしゃるわけだからね。あーやばいかも、あーやばいかもしれない。ごめんね、やらかした。手前のドローン出てる、ドローン出てるけど敵がいるから気になるな、敵がいるのが気になるな。あーみんないた、3人ぐらいにやられちゃったや。きつい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 。いけードローン、ドローンじゃないドラゴン、ドラゴン、いいよ。あ、踏ん張りや。あーでも短くなってるかもしれない。確かに確かに、それはなんとなく感じるかもしれない。拠点が並んでますね。そこ大丈夫そう。いけードラゴン、イエーイ、よっしゃい、オッケー、いいよ、倒すの任せた。やばい、オッケー、やるー、チェイいいよ、順調です。あ、待って、私思い出した、トレモでさ、いろいろやってる時にさ、アシストコード、レギュレーションで研究効果オフになってるわ、今研究効果オフ、アシストコードレギュレーションのままだ。やらかしてる、やらかしてます。まあ、でもなんとか戦えてるからいっか。やばい、全然ダメじゃないもんね、戦えてるもんね、きっと。よし、オッケー、いいよ、人がいる、人がいます。いやー、待って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 、いやー、なんかバインドしたんだが、やらかした。ちょっと次バトル行くときちょっと変えないといけませんね、これは。いいよ、拠点的には今のところは勝ってるよ。やばい、なんかビームが見えた一瞬。あー、やばい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 、いけ、大丈夫、避ける、いけー、ナイスー、ドラゴン、いけー、いいよ、オッケー、勝ったかな、これは。拠点的には勝ってる気がする。どうなんだろう、体感的に皆さん どうですか、忍びカード5枠相手と自分4枠とか相手だとどうなんだろう、体感的に使えるものがやっぱり増えるから、どう、きついかな、4枠の人きついかもしれんな、もしかすると。よし、ということで対戦ありがとうございました。そうそう、これね、アシストコードレギュレーションにすると研究効果無効にするをつけたままになってた。ごめんね、やらかしました、オンにしました。では次バトランに行きますか。さあやっていこう、 WN アカデミーバトルやる、たくさんポイントを稼げ、対戦よろしくお願いします。さあみんな5枠解放してるのか、レディーゴー。よし、緊張しますね、これは。みんなどんな感じなのかが全然読めなさすぎて、どこが早いかな、真ん中戦ってるのが気になるね。いけー、うおー、マジかい、よいしょ、いいよ、一旦こんな感じで、はいーや、はいーや、はいー、オッケー、とりあえず死ななかった、死ななかったからいいとして、どうしよっかな、いけー、いけー、よし、オッケー、私取ったよ、はい、逃げました、逃げたけれども、ファイヤー、イエーイ、サリッタぜーからの、オッケー、3本いきますよ、はいはい、深追いはしない、深追いはしませんよ、そう、あやのは学びました、いろいろと深追いはしない。後ろから誰かが来ている、後ろから誰かが来ています、
でもそんなの関係ねえ。でもそんなの関係ねえ。はい、おっぱっぴー。あーやばい、いけー、待って、あー馬が追突してきた、痛いよー。オーガさんですね、オーガグローブさん。待って、私だいぶ気になってないよ、今気がつきましたが。だいぶ気になりたいな。待って、誰かいる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 。逃げろ、逃げれませんでした。いけードラゴン、いけーいけー、あいー、ダメだった。あ、うまい、うまいぞ今のは。あ、残った、いけー、うまいうまいですね今の。もう差し込んできたもんね、あやのんがガブガードするというのを分かっていて、ブレイクさしてきた、びっくりしたよ。あ、よし、オッケー、これでだいぶ気になれる、だいぶ気になれるけれども、どうだ、6位でしょ今。あ、誰かいる。あー、バインドできないから逃げる、いけー、ドラゴン、とりあえず攻撃だけしとこ。待て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 、ねえ他にいっぱいいたじゃん。はい、オッケー、はい、なんか追いかけられてるような気がしますけれども、はい、あやられちゃった。1本5本取ってる、結構いるしな。しかも、うお、結構みんな5枠開けてますね。4枠だったのに2人ぐらいしかいなかったということは、みんな結構あれだな、何持ってるか全然読めない感じなのかもしれない。いや、いけー、はい、いけー、ドラゴン、いいよ、ドラゴンちゃんしっかり飛んでってくれる。はい、いけー、あー、うま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 、うまは嫌です。ちょっとどうしよっかな、いけー、5位だって、惜しかったね、5位だった、わー惜しい。ドロマスは1位の方ですね、ヒポマスターは、わー惜しかった、5位だって。いやでもそんなこともあるよね、次次次頑張ればいいのよ。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。結構5枠開けてる印象が強かったですね。メダルでもめちゃくちゃ必要なので、ご利用は計画的によろしくお願いします。そしてあとシーズン16になってね、初めてのバトルめちゃめちゃ楽しかったです。今後もね、たくさん潜っていこうと思っていますので、ぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またいて。